そうやってね、巡り巡って出会いが、いろんな人と出会いがあって、どんな未来が待ってるか本当にわからないままですよ。人生何が起こるかわからない、自分が予想してないことが起きたりするんだなと思ったりしてます。では続いては未来予想説。Thank you.